はい、どうも、トラ吉です。今回はですね、契約書の方をね、開封していきたいなと思います。A ランク自チーム契約書3枚、この上3枚ですね。これとあとゴールド契約書5枚ありますんで、それを開封したいなと思います。 1,2,3,4,5 枚ありますんでね、開封したいなと思います。その前にですね、プロスピタワーの方ですけども、あと4日と3時間ですかね。はい。まあ現状累計応募数、これが 23,235 ということで、累計最後が、5万なんでね、まあ大体半分ぐらいいってるかなっていうこと感じですね。ここまで使ってエナジーね、10も使ってないぐらいですね。10ぐらいですかね。はい。各回クリアが、今17回ですね。まあこれもまあだいぶ最後が、25なんでね、もう半分過ぎてますんで、まあ順調にいってるかなと思います。はい。まあこのイベント限定選手の、まあこのアカウントね、阪神純正だけでやってますんで、このイベント限定選手の望月選手きっちり取って、あとはまああのこれですね、ランダムボックスから、A ランク自チーム契約書、期待の若手、これがね、これをまあ1枚ぐらい引けたらなと思いながら、ちょっとオーバーランしてやっていこうかなと思ってますんでね、まあ多少ちょっとエナジー使うかもしれないですけども、まあ、1枚でも多く欲しいんで、オーバーランしてやっていきたいなと思ってます。はい。それでは契約書の方いきますね。はい。まずはゴールド契約書5枚からいきます。どこかな、下の方に、はい、1,2,3,4,5枚ですね。はい。このアカウント阪神純正だけでやってますんで、阪神のできればSランク選手来てもらえれば嬉しいです。いきます。ゴールド契約書5枚お願いします。Sランク来い。おー、燃えた、よし、燃えたよ。おー、来た、Sランク来たよ。はい、走っこい。おー、角中選手、いや、Sランク来た、嬉しい。いきなり来ましたね。もうちょい来い。はい、まあ、いや、でも Sランク来ました。ゴールド契約書から、はい、Sランク来ました。角中選手、ロッテですね。うん、これはいい、素晴らしい、ありがとうございます。いや、嬉しい、幸先ですね。はい。それでは A ランクチーム契約書、3枚いきたいなと思いますけども、一応欲しい選手確認しますね。まあ阪神純正だけでやってますんで、まあ阪神の A ランク選手になるんですけども、まあ前回のミキサーとかでも言ったんですけども、このエドワーズ選手ですね、追加されたエドワーズ選手のこの選手だけですね、狙いとしましては。あとはみんなだいたい S ランク極みで持ってて、称号用も持ってるって感じなんでね、まあ、エドワーズ選手が来てくれれば最高かなと思います。はい。いやー、ちょっといきなりゴールド契約書5枚から S ランク来ましたんで、幸先いいなと思ってます。それではいきますね。1枚ずつ行かせてもらいます。それでは A ランクチーム契約書1枚目、エドワーズ選手お願いします。さあ、一発目から来い。さあ、誰、福留選手。福留選手も称号用いっぱい持ってます。はい。まあまあでもいいです。それでは2枚目いきます。エドワード選手お願いします。さあ、ちょっと1枚ぐらい来てほしい、ほんまに。島本選手、めっちゃ持ってます。A ランクマックスで称号用がいっぱいありますね。はい。なかなかけへんな。まあ、最後ですね。3枚目、A ランク自チーム契約書、エドワード選手、お願いします。来い。さあ、どうでしょう。エドワード選手お願いします。糸井選手も称号をいっぱい持ってます。はい。厳しいな、なかなか、まあ、難しいですね。はい。はい。今回こんな感じですね。はい。まあゴールド契約書からね、5枚から、Sランクのロッテの
角中選手来ましたんで、まあこれは良かったかなと思います。ちょっと A ランク自陣も逆所3枚で、あのエドワーズ選手、狙いのエドワーズ選手来ませんでしたけどね、まあまあしゃあないかなと思ってます。はい、まあタワーの方も、大体半分ぐらい行ってますんでね、このまま順調にあんまりエナジー使わずに行って、望月選手、A ランクランダムボックスからねもう1枚ぐらい欲しいなと思ってますんで、頑張っていきたいなと思ってます。今回こんな感じです。また動画上げますんで見ていただけるとありがたいです。以上、虎吉でした。